はい、どうもこんにちは、宮崎です。今はですね、私はチェコのズノイモという町に来ていて、このズノイモのねワイン祭りに今回は参加してます。でその様子をですねお伝えしたいと思います。でこれからですねあと15分後ぐらいに、ガイドの人とね待ち合わせをしてるんですけれども、とりあえずねお腹が空いたので今屋台でなんかこの料理を買ってきました。でなんかこの料理を見てたら、おじいちゃんがなんかチェコ語でなんかを言って、もう盛り付け始めたので OK それもらうわみたいな感じで買いました。でなんか重さを測ってね、買ったんですけれども、いくらだっけな、130ぐらいだったから600円ぐらいかな、600円ぐらいの値段でしたね。でただもう完全にチェコ語でのやり取りだったので、あの支払いとかもちょっと大変でした。まあ、とりあえずこれをね食べてみます。今これ食べてみたんですけど、豚肉のね煮込みでした。すごくね美味しいです。豚肉が柔らかくて、であとこっちにあるのがね、ピクルスですね。なんかですね、このズノイモっていう町はこのピクルス用のねキュウリの生産量がすごく多くて有名らしくて、これもねズノイモ産のキュウリを使っているそうです。すごく美味しいっすね。はい、まあね、開会式が始まりました。ここのねズノイモのワイン祭りの様子をですねちょっとずつ紹介していきたいと思います。まあ、今ね、どんな感じかというと、オープニングがあって、それでなんかまあちょっとずつ始まっているという感じです。ただメインのねイベントというのが今日の夜の8時から9時ぐらいのね間になんかパレードみたいなのがあるそうなので、まあ、そこまでねあと4時間ぐらいあるんですよ。なので4時間ぐらいね、まあ、ちょっとダラダラとワインを飲んだりしながら、このお祭りのね魅力を伝えていきたいなと思います。はい、今ですねワイン祭りの中のワインのね試飲ができるところで、ワインをね6杯飲んできました。でそっちに関しては別の動画でねアップしているので、ぜひそちらを見てみてください。でですね、まあ、ワインもね6種類も試飲をしたのでちょっとね酔っ払っています。はい、で今はですねこのワイン祭りの中のね会場をね移動してる感じです。でこのワイン祭りの面白いところっていうのは、こう街全体がワインフェスティバルの会場になるんですよ。なのでそもそもこの街に入るためにはちょっとリストバンドみたいなのをつけないと、あの要するにこの入場チケットみたいなのを買わないとそもそも街に入れないみたいな、そんな状態になってます。でこの街の中のいろんなところに、まあ、私があの多分4カ所ぐらいの場所にステージみたいなところがあって、そこでね、まあ、いろんななんか催し物をしてたりとか、まあ、そのねステージとは関係ない場所でなんかね出店が出ていたりとか、なんか食べ物が買えたりとか、そんな感じでねいろいろと楽しんでます。なので本当に街全体がイベント会場みたいな感じです。なかなかねそういうイベントってないと思うので、そういう意味でこの街のねこのワイン祭りすごく面白いなと思います。はい、で今ね後ろにちょっとお花みたいないろいろねリースが並んでると思うんですけど、すごい面白いのがこの後ろにあるのがあのラクダなんですよね。なんかラクダもパレードに参加するみたいで、まあ、ラクダとか、中世の格好をした人とか、あと馬とか、そういうねいろんな人たちがこれからパレードに参加するみたいです。でそのパレードに参加する前のね、ラクダが多分今この辺に映ってるんじゃないかなと思います。はい、ここはですね中世の武器を体験できる場所です。なので例えば弓矢とか斧を投げたりとか、あとボウガンを使ったりとか、そういうね中世の武器をね数百円お金を払うとこの的に向かってまあ攻撃することができるっていう場所です。でこれはですねミクロフっていう別の場所のねお祭りでもありました。今ちょっとね子供がやろうとしているので見てみましょう。お、結構鋭い矢を放ちましたね。はい、このステージではね、今バンドの準備をしてますね。でさっき通った時にはなんかコメディみたいなね演劇を
何回かやってました。なのでこうやって演劇をやったりとかバンドの演奏があったりとか、まあね、いろんなこうエンターテインメントがあります。ちょっとねチェコ語がわからないと演劇はなかなか理解できないと思うんですけれども、まあ、音楽だったらね言語の壁を越えてくれるので、まあ、普通にね楽しめるかなと思います。はい、でこの先にねかなり面白い場所があるので行ってみましょう。でこの先はですね、中世のチェコの街を表現した、なんか体験型のね演劇みたいなものが行われてます。まあ、それがね本当にちょっとちゃんと見れるかどうか今わからないんですけれども、ちょっとね行ってみましょう。ここを通り抜けるとこう道にね、藁が敷かれていたりして、はい、でこんな感じでね、まあ、物乞いの人がいるんですよね。まあ、昔はやっぱ物乞いの人が非常に多かったということで、そういうのをですね、まあ、表現していて、まあ、本当のね物乞いの人ではなくて物乞いをやっていた昔の人を、まあ表現していると。あとはまあこうギターをね、弾いてお金をもらう人がいたりとか、まあ、そういうね昔ながらのチェコの街、チェコのね、人の暮らしというのを今表現していると。さっきはですねもういきなりこう物乞いの人に、肩を抱きつかれて金をくれって言われて、まあ、びっくりしたんですけれども、まあ、そういうのだけではなくてね、こうやってポーカーをやったりとか、まあ、いろんなね方がいらっしゃいます。はい、今ですね最後の一番盛り上がる、パレードまであと1時間半あるんですよね。で1時間半あるんですけれども、なんか場所取りのために結構早めに移動して場所を取っといた方がいいっていう風にね、こっちの現地のガイドの人から教えてもらったので、まあ、ちょっと早めに移動しようとは思うんですけれども、もういい加減ね歩き疲れたのでちょっとどこかレストランに入って、夕飯をね食べようかなと思ってます。で夕飯を食べてから、早めにねパレードの場所に移動して場所取りをして、写真撮影とか動画の撮影をねしようかなという感じです。今最後のパレードの1時間半前なんですけど、もうすでに人がすごいことになってます。なんかお店はすごいね、こんな風に可愛い系のものがたくさん売ってあります。なんかカラフルなねものが多いです。はい、今ですね、レストランで夕飯を食べてきました。ポークソテーとフレンチフライをね食べました。で最初はですね別のレストランに入ったんですけれども、そこでね、まあ、英語で、1人だから席にね座りたいみたいなことを言ったら、もう全然ね英語は通じなくてチェコ語で、しかもはちょっとそっけないというか、もう全然対応しませんみたいな感じだったので、そっちのねレストランを出て別のねレストランに入りました。でそこでもウェイターさんにねもう全然チェコ語は話せないんだったらもう対応しないみたいな感じで、もうプイッとねそっぽを向かれて全然対応してもらえなかったんですけれども、まあ、ちょうどね英語が話せる店員さんもいて、そっちの人にね対応してもらえたので、そこでね一応食事をすることができました。でまあねそういうことがあると、まあ、ちょっとね面倒をかけてしまっているので、ちょっとねチップを弾んで、会計をねしております。でチップを弾んだといっても、合計でね、300コロナなので日本円で1500円ぐらいしかね払ってないです。白ワインを1杯飲んで、でそれからね豚肉のねソテーとフレンチフライと、それでまあ1500円ぐらい、まあ、そんな感じのね、食事を今しました。でパレードがね始まる時間まであとね1時間ぐらいあります。で1時間ぐらいあるんですけれども、なんかね人の数がめちゃくちゃ増えてるんですよ。特に広場めちゃくちゃ人がいて、もうこれちょっとやばいんじゃないかなと思うので、まあ、1時間前なんですけれども、これからねちょっと広場の方に移動して場所を確保して、パレードのね、写真撮影とか動画の撮影とかをしたいというふうに思っております。はい、今ね7時40分ぐらいになってます。なので、パレードまでねあと1時間あるんですけれども、なんかねもう皆さんね大体なんか場所取りを始めてる気がしますね。この大通りを多分パレードが通るので、その両側に人が立っていて、もうね自分たちの、まあ、見たい場所をねもう確保しているような気がします。で、まあ、ちょっとずつね広場に行くにつれて人が増えているので、まあ、ちょっと場所を確保できるのがわからないんですけれども、ちょっとね頑張ってみようかなと思います。
はい、ワイン祭りのライブが盛り上がってきました。そろそろ8時です。夜の8時すごい人がいます。パレードが終わりまして、これからですね、まあ、ステージに入って、なんかいろいろねやるみたいなんですけれども、ちょっとね結構遅い時間になってしまったので、私はねもうここでこのイベントから離脱をしようかなと思います。まだね結構見ている人もいるし、まあもうちょっとずつね帰っている人もいるような感じです。で今はね時間は9時ぐらいですね。9時です、ちょうど9時ですね。はい、で私がね今泊まってるホテル、ここから歩いて30分ぐらいかかるんですよ。なので、まあ、今からね帰って、
まあ、ちょうどいいぐらいかなというふうに思います。私はねちょうど明日から私はねドブリヌッレッジ OKOK はい、というわけでですね、まあ、酔っ払いの人がね絡んでくれたりとかして、はい、そんな感じですね。はい、というわけでですね、今回はズノイモのワイン祭りの様子を紹介しました。ズノイモのワイン祭りについては他にもね動画を出しているので、ぜひねそちらもチェックしてみてください。こんな感じでですね、非常に、なんていうんですかね、まあのんびりとした雰囲気で広いね、街全体を使って面白いお祭りをやってます。で、日本人の人はね多分全然参加してないんですよ。私今日ねもう一日中ずっと歩き回ったんですけれども、一人もね日本人の人とはいませんでした。ただお祭り自体はね3日間あるので、もしかしたらね別の日で日本人の人が参加している可能性はあります。ただまあやっぱりね本当にまだまだ全然あの外国人の参加が少なくて、もうほとんどチェコ人だけなんじゃないかっていうようなね、まあ、そういうお祭りなので、ぜひ日本人の人にもね参加してもらいたいと思います。で、毎年これは行っているので、ぜひ来年再来年ね、チェコが好きな人、チェコに興味を持った人はぜひねこちらのズノイモのワイン祭りの方参加してみてください。はい、それからですね、まあ、今回のチェコの旅行に関してはチェコ親善アンバサダー2019のお仕事としてね、受け負っておりますね。こちらはチェコ政府観光局の方から飛行機代、それからホテル代、それから現地の交通費の一部をですね負担していただいております。まあ、そんな感じでですね、非常にチェコ政府観光局の方にもお世話になっているので、私としてもですねぜひチェコの魅力をですねもっと発信していきたいと思ってます。で、 YouTube ですとか、まあ、ブログですとか、まあ、SNS ねいろいろ発信しているので、他のものもねぜひフォローしてみてください。で、今回の動画面白いと思ったらぜひいいね、それからねチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。